皆さんこんにちは、わかなずキラキラキッチンのお時間です。今日の食材は今が旬の春キャベツです。春野菜のうまみたっぷり春キャベツとチキンとアサリのブレゼ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせるわかなずキラキラキッチン。さあ本日は春野菜のうまみたっぷりブレゼ。まずは鶏もも肉を大きめの一口大にカット。今日作るブレゼとはどういったお料理なんでしょうか。ブレゼとは少ない水分で煮る調理法で、水分が少ないのでうまみが凝縮され美味しいソースに仕上がります。カットした鶏肉にタイムと塩をまぶし30分ほど置いておきます。ここで本日の主役春キャベツ。巻きがふっくらとして柔らかくみずみずしいのが特徴なんです。春キャベツは葉が柔らかいので生食でも美味しいですが、加熱をすることでより甘みが出て美味しくなります。しばらく置いた鶏もも肉を皮目から焼いていきます。後で煮込むのでここでは表面にこんがりと焼き目がつけば OK。 次にオリーブオイルとニンニクを火にかけ、香りが出たら春キャベツとスナップエンドウを入れて軽く全体を炒めます。アサリと先ほど焼いた鶏肉、さらに白ワインを入れたらしばらく煮込んでいきます。うわー、とってもいい香り。あとはたっぷりとお皿に盛り付けて、胡椒とレモンの皮を散らせば、春キャベツとチキンとアサリのブレゼ出来上がり。春キャベツがお肉やアサリの出汁をたっぷり含み、少ない調味料なのに驚くほどのコクと旨味です。レモンやハーブの香りに食欲が刺激される一皿です。バゲットでオープンサンドに。